夜高の星、宮沢賢治。夜高は実に醜い鳥です。顔はところどころ味噌をつけたようにまだらで、くちばしは平たくて耳まで裂けています。足はまるでヨボヨボで一軒とも歩けません。他の鳥はもう夜高の顔を見ただけでも嫌になってしまうという具合でした。例えばヒバリもあまり美しい鳥ではありませんが、夜高よりはずっと上だと思っていましたので、夕方など夜高に会うとさもさも嫌そうにしんねりと目をつぶりながら首をそっぽへ向けるのでした。もっと小さなおしゃべりの鳥などはいつでも夜高の真っ向から悪口をしました。また出てきたね。まあ、あのざまをご覧、本当に鳥の仲間の面汚しだよ。ねえ、まあ、あの口の大きいことさ、きっとカエルの神殿か何かなんだよ。こんな調子です。おお、夜高でないただの鷹ならば、こんな生半可の小さい鳥は、もう名前を聞いただけでもぐるぐる震えて、顔色を変えて、体を縮めて、木の葉の陰にでも隠れたでしょう。ところが夜高は本当は鷹の兄弟でも親類でもありませんでした。かえって夜高はあの美しいカワセミや鳥の中の宝石のようなハチスズメの兄さんでした。ハチスズメは花の蜜を食べ、カワセミはお魚を食べ、夜高はハムシを取って食べるのでした。それに夜高には鋭い爪も鋭いくちばしもありませんでしたから、どんなに弱い鳥でも夜高を怖がるはずはなかったのです。それなら鷹という名のついたことは不思議なようですが、これは一つは夜高の羽がむやみに強くて、風を切ってかけるときなどはまるで鷹のように見えたことと、もう一つは鳴き声が非常に鋭くて、これもやはりどこか鷹に似ていたためです。もちろん鷹はこれを非常に気にかけて嫌がっていました。それですから夜高の顔さえ見ると肩を怒らせて、早く名前を改めろ、名前を改めろというのでした。ある夕方、とうとう鷹が夜高の家へやってまいりました。おい、いるか。まだお前名前変えないのか。ずいぶんお前も恥知らずだな。俺とお前ではよっぽど人格が違うんだよ。例えば俺は青い空をどこまででも飛んでいく、お前は曇って薄暗い日か夜しか出てこない。それに俺のくちばしや爪を見ろ。そしてよーくお前のと比べてみるがいい。鷹さん、それはあんまり無理です。私の名前は私が勝手につけたのではありません。神様からくださったのです。いや、俺の名なら神様からもらったのだと言ってもよかろうが、お前らはいわば俺と夜と両方から借りてあるんだ。さあ返せ。鷹さん、それは無理です。無理じゃない、俺が言い直してやる。一蔵と言うんだ。一蔵とな、いい名だろ。そこで名前を変えるためには改名の披露というものをしないといけない。いいか、それはな、首へ一蔵と書いた札をぶら下げて、私は以来一蔵と申しますと工場を行ってみんなのところをお辞儀して回るのだ。そんなことはとてもできません。いいや、できる。そうしろ。もしあさっての朝までにお前がそうしなかったら、その時はつかみ殺すぞ。つかみ殺してしまうからそう思え。俺はあさっての朝早く鳥の家を一軒ずつ回ってお前が来たかどうかを聞いてある。一軒でも来なかったという家があったら、その時はもう貴様もおしまいだぞ。だってそれはあんまり無理じゃありませんか。そんなことをするぐらいなら私ももう死んだ方がマシです。今すぐ殺してください。まあ後でよく考えてこよ。一蔵なんてそんなに悪い名じゃないよ。鷹は大きな羽をいっぱいに広げて自分の巣の方へ飛んで帰っていきました。夜高はじっと目をつぶって考えました。
体僕はなぜこうみんなから嫌がられるんだろう。僕の顔は味噌をつけたようで口は裂けてるからな。それだって僕は今まで何にも悪いことをしたことがない。赤毛のメジロが巣から落ちていた時は助けて巣へ連れて行ってやった。そしたらメジロは赤ん坊をまるで盗人からでも取り返すように僕から引き離したんだな。それからひどく僕を笑ったっけ。それに今度は一蔵だなんて、首へ札をかけるなんて辛い話だな。辺りはもう薄暗くなっていました。夜鷹は巣から飛び出しました。雲が意地悪く光って低く垂れています。夜鷹はまるで雲とスレスレになって音なく空を飛び回りました。それからにわかに夜鷹は口を大きく開いて羽をまっすぐに張ってまるで矢のように空を横切りました。小さな羽虫が幾匹も幾匹も夜鷹の喉に入りました。体が土につくかつかないうちに夜鷹はひらりとまた空へ跳ね上がりました。もう雲はねずみ色になり向こうの山には山焼けの火が真っ赤です。夜鷹が思い切って飛ぶときは空がまるで二つに切れたように思われます。一匹のカブトムシが夜鷹の喉に入ってひどくもがきました。夜鷹はすぐそれを飲み込みましたが、その時なんだか背中がゾッとしたように思いました。雲はもう真っ黒く、東の方だけ山焼けの火が赤く映って恐ろしいようです。夜鷹は胸がつかえたように思いながらまた空へ登りました。また一匹のカブトムシが夜鷹の喉に入りました。そしてまるで夜鷹の喉を引っかいてバタバタしました。夜鷹はそれを無理に飲み込んでしまいましたが、その時急に胸がドキッとして夜鷹は大声を上げて泣き出しました。泣きながらぐる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 空を巡ったのです。ああカブトムシやたくさんのハムシが毎晩僕に殺される。そしてそのただ一つの僕が今度は鷹に殺される。それがこんなに辛いのだ。辛い辛い。僕はもう虫を食べないで飢えて死のう。いやその前にもう鷹が僕を殺すだろう。いやその前に僕は遠くの遠くの空の向こうに行ってしまおう。山焼けの火はだんだん水のように流れて広がり、雲も赤く燃えているようです。夜鷹はまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んでいきました。綺麗なカワセミもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでした。そして夜鷹の降りてきたのを見て言いました。兄さんこんばんは。何か急のご用ですか。いや僕は今度遠いところへ行くからね。その前ちょっとお前に会いに来たよ。兄さん行っちゃいけませんよ。ハチスズメもあんなに遠くにいるんですし、僕一人ぼっちになってしまうじゃありませんか。それはねどうも仕方がないのだ。もう今日は何も言わないでくれ。そしてお前もね、どうしても取らなければならない時のほかはいたずらにお魚を取ったりしないようにしてくれね。さようなら。兄さんどうしたんです。もうちょっとお待ちなさい。いやいつまでいても同じだ。ハチスズメ後でよろしく言ってやってくれ。もう会わないよね。さようなら。夜鷹は泣きながら自分のお家へ帰ってまいりました。短い夏の夜はもう明けかかっていました。シダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました。夜鷹は高くキシキシキシと鳴きました。そして巣の中をきちんと片付け
綺麗に体中の羽や毛を揃えてまた巣から飛び出しました。霧が晴れてお日様がちょうど東から昇りました。よだかはグラグラするほど眩しいのをこらえて矢のようにそっちへ飛んでいきました。お日さん、お日さん、どうぞ私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。私のような醜い体でも焼けるときには小さな光を出すでしょう。どうか私をあなたのところへ連れてってください。言っても言ってもお日様は近くなりませんでした。かえってだんだん小さく遠くなりながらお日様が言いました。お前はよだかだな。なるほど、ずいぶんつらかろう。今夜空を飛んで星にそう頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。よだかはお辞儀を一つしたと思いましたが急にグラグラしてとうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そしてまるで夢を見ているようでした。体がずっと赤や木の星の間を登っていったりどこまでも風に飛ばされたりまた鷹が来て体を掴んだりしたようでした。冷たいものがにわかに顔に落ちました。よだかは目を開きました。一本の若いススキの葉から露が滴ったのでした。もうすっかり夜になって空は青黒く一面の星が瞬いていました。よだかは空へ飛び上がりました。今夜も山焼けの火は真っ赤です。よだかはその火のかすかな照りと冷たい星明かりの中を飛び巡りました。それからもう一遍飛び巡りました。そして思い切って西の空のあの美しいオリオンの星の方にまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。オリオンは勇ましい歌を続けながらよだかなどは点で相手にしませんでした。よだかは泣きそうになってよろよろと落ちてそれからやっと踏み止まってもう一遍飛び巡りました。それから南の大犬座の方へまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、南の青いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。大犬は青や紫や木や美しく忙しく瞬きながら言いました。バカを言うな。お前なんか一体どんなもんだい。たかが鳥じゃないか。お前の姉でここまで来るには億年、兆年、億兆年だ。そしてまた別の方を向きました。よだかはがっかりしてよろよろ落ちてそれからまた二辺飛び巡りました。それからまた思い切って北の大熊星の方へまっすぐに飛びながら叫びました。北の青い王様、どうか私をあなたのところへ連れてってください。大熊星は静かに言いました。余計なことを考えるものではない。少し頭を冷やしてきなさい。そういう時は氷山の浮いている海の中へ飛び込むか、近くに海がなかったら氷を浮かべたコップの水の中に飛び込むのがどうだ。よだかはがっかりしてよろよろ落ちてそれからまた四辺空を巡りました。そしてもう一度東から今登った天の川の向こう岸のわしの星に叫びました。東の白いお星様、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。わしは王風に言いました。いや、とてもとても話にも何にもならん。星になるにはそれ相応の身分でなくちゃいかん。またよほどの金もいるのだ。よだかはもうすっかり力を落としてしまって羽を閉じて地に落ちていきました。そしてもう一尺で地面にその弱い足がつくというとき、よだかはにわかにのろしのように空へ飛び上がりました。空の中ほどへ来てよだかはまるでわしが熊を襲うときにするようにブルッと体を揺すって毛を逆立てました。それからキシ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 と高く高く
く叫びました。その声はまるで鷹でした。野原や林に眠っていた他の鳥はみんな目を覚まして、ブルブル震えながらいぶかしそうに星空を見上げました。よだかはどこまでもどこまでもまっすぐに空へ登っていきました。もう山焼けの火はタバコの吸い殻のくらいにしか見えません。よだかは登って登っていきました。寒さに息は胸に白く凍りました。空気が薄くなったために羽をそれはそれはせわしく動かさなければなりませんでした。それなのに星の大きさはさっきと少しも変わりません。つく息はふいごのようです。寒さや霜がまるで剣のようによだかを刺しました。よだかは羽がすっかりしびれてしまいました。そして涙ぐんだ目を上げてもういっぺん空を見ました。そうです、これがよだかの最後でした。よだかはもう落ちているのか登っているのか逆さになっているのか上を向いているのかも分かりませんでした。ただ心持ちは安らかに、その血のついた大きなくちばしは横に曲がってはいましたが、確かに少し笑っておりました。それからしばらく経ってよだかははっきり眼を開きました。そして自分の体が今凛の火のような青い美しい光になって静かに燃えているのを見ました。すぐ隣はカシオピア座でした。天の川の青白い光がすぐ後ろになっていました。そしてよだかの星は燃え続けました。いつまでもいつまでも燃え続けました。今でもまだ燃えています。